こんにちは、ひげじいさんです。今日は持った海岸からえさしをお届けします。この持った海岸温泉は日帰りで有名ですが、宿泊もできます。ただ宿泊人数は少ないので事前の予約がいいと思います。今日は宿泊できますかと確認すると、今日は予約でいっぱいですとのことでした。隣にはこのような海岸が見える休憩室があります。もしよければこちらをご覧ください。今田瀬と江差のちょうど中間ぐらいですが、これが福祉島です。ちょっと行こうか行こうまいか悩んでますけども、まあ一回渡ってみようと思います。ここが日本一危険な太田山神社です。何が危険かというと、幽霊とか、そういう類のものではなくて命が危険なんです。往復約1時間半と言われていますが、後日実は私は登りました。往復で4時間かかりました。後日アップするので確認してください。とんでもない危険な神社です。この急な階段がスタートになっています。そして海岸には太田神社、まあ、これは出張所みたいなもんだと思うんですが、こういう神社があります。そしてこの灯台の代わりにもなるというような、この太田と読める、こういうなんて言うんでしょうか、明かりというんでしょうか、こういうものもあります。海から見てもはっきりと太田と読めるそうです。この親子熊岩、遠くから見ると親熊が子熊を助けてるみたいで、本当によくできた岩だと思います。熊石のふれあい広場です。この能登の水飲んでみると、どうしても旭岳の原水と比較してしまうので、能登の水飲んでみたいと思います。旭岳原水は温度が低いのでどうしても美味しく感じるみたいです。水質であるとか味については私はよくわかりません。ちょっとわからないですね。道の駅平和台に咲いてるようです。もし以降平和台と出てくると、源那台と訂正よろしくお願いします。次に出てくる源那台海浜公園ですが、コロナの影響なのか公共施設なので、閉園という形になっているみたいです。今乙部町の平和台公園に来ています。道内で唯一というか海のプールがこの下に広がっています。なかなか立派な公園が広がってます。先ほど看板を見たんですが、義経が江戸の地に渡ったのがこの乙部町とされています。
ちょっと降りました。これが海のプールです。今はもうね、20度でもなのでお客さんがいませんが、あったかったらちょうどいいと思います。その他このように遊具施設もたくさんあり、家族連れで楽しめる施設になっています。音部港です。今日はだいぶ天気もいいみたいで、いいというかまだマシみたいで、このイカの漁船で道の駅江差し、本当に小さかったです。道の駅、日本で一番小さな道の駅と書いてあります。そこからの海岸線の駅です。江差しに到着しました。本当はここから奥尻島に渡って宿泊する予定でしたが、5軒ほど民宿に電話したのですが、すべて満員で泊まることができませんでした。この江差しでも民宿はいっぱいで、結局松前の井川さんに電話して宿泊することになりました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。